皆さん、こんにちは、こんばんは、トレインフォレストです。今日は以前購入した鉄道関連のものを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。その以前購入したものとはこちらです。購入してから約2ヶ月が過ぎています。こちらは以前、静岡から関西の方に帰省した際に、友達と廃品漁りをしていた時に発見したものとなっています。今から外観をお見せしますので、何を購入したのか、皆さんも予想してみてください。方はいますでしょうか。今から開封していきたいと思います。中にはこのようなものが入っていました。先ほど
がこの三葉三辺形の方向膜も近鉄の方向膜と同じ製造メーカーである小糸製作所で製造されているみたいです。またこれを見ると2004年12月に製造されていたものとわかりますね。私が生まれる前に作られたみたいです。古い方向膜ですがかなり綺麗な状態ですね。きっと前の持ち主の方が丁寧に保存していたのでしょうね。今から1コマずつ詳しく見ていきたいと思います。1コマ目は回送12点です。 JR 西日本の221系の奈良車の方向膜みたいですね。この膜で行う試運転は取る気があまり出ませんね。特急単体膜です。この膜は遅延した時に使用されるのでしょうか。山陽電車はあまり詳しくないのでわかりません。高速工具です。この膜は普段から使われていそうです。新開地です。この膜も先ほどの高速神戸と同じくよく使われていそうです。東須磨です。こちらは本数は少ないですが定期で使われていたようです。須磨です。こちらは定期で多くの本数が走っているみたいです。通単体膜です。こちらは JR 西日本と同じ遅延した時に使われているのでしょうか。山陽電車に詳しい方、教えてくださると助かります。明石です。こちらの膜もよく使用されているように感じます。東津谷です。こちらは車庫が併設されている駅のため、膜が搭載されているみたいですね。あと東津谷市。高砂駅です。こちらは定期ではかなり少なく、かなりのレア一冊となっています。大崎ではなく大塩です。大塩駅は現在存在しないのでかなりのレア末となっています。しかもです。山陽網干線のすべての列車と一部の本線の普通列車で使用されています。姫路です。こちらは本線の終着駅なのでかなり高頻度で使用されています。網干です。こちらは山陽網干線で使用されています。最後は団体です。山陽の団体は撮ったことがないので撮影してみたいです。こちらが幕の一覧号となっています。現在変更となっている場合がありますのでご注意ください。今回は購入から約2ヶ月放置していた山陽三辺形の側面方向膜を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。また次のゆっくり実況でお会いしましょう。